小樽市宿津の小樽水族館です。海に囲われた大自然の中で250種類を超える動物や魚を見て楽しむことができます。ペンギンたちが列をなしてとことこと歩いています。とても姿が可愛らしいです。今年4月リニューアルオープンしたフンボルトペンギンの新しいプール、高さ2メートルの岩山を自由気ままに登る愛らしいペンギンたちを見ることができます。こちらの水族館ではアザラシに餌やりを体験することができます。それでは行きます。それ、このように元気に口にくわえて食べてくれます。餌をもらうためにアザラシは前足を上げたり水に叩きつけたりしてアピール。アザラシの他にトドにも餌やり体験ができます。そして小樽水族館といえば見逃せないのは至近距離で見られるイルカショーです。大人気音楽グループ YOASOBI の曲に合わせてジャンプ、3匹の息がぴったり合ったパフォーマンスに観客も大盛り上がりです。そして最後は観客の前にイルカが並んでフィニッシュ。やっぱジャンプとか素晴らしかったです。よく訓練されて楽しかった。よかったね。楽しかった。この後はニシキヘビにタカ、日本一危険な動物園で子供でもできるスリリングな体験とは。次に向かったのは札幌南区のノースサファリ札幌です。日本一危険な動物園を歌っていて、オープンからちょうど1年を迎えたライオンエリアをはじめ数多くの動物と触れ合うことができます。一番人気を集めているのはやはりこの体験です。かなり重量感を感じますね。結構意外と体をひんやりとしていて涼しいです。ノースサファリ札幌によりますと、ヘビの中でもニシキヘビは性格が比較的おとなしく安全に触ることができるといいます。続いてこんな体験も。レイ、戦国武将なども行っていた狩りの鷹匠体験です。鷹を遠くに飛ばし名前を呼びかけると腕に乗せることができました。鷹のスピードに少しドキドキしますが、誰でも鷹匠になりきれるプレミアムな体験です。さらに全身がトゲで覆われた動物ヤマアラシです。警戒すると長靴も突き刺すほどのトゲを立てるといいます。ノースサファリ札幌ではそんなヤマアラシのすぐ近くを歩くことができます。久しぶりにドキドキしました。ヤマアラシが怖かったです。最後に最もデンジャラスな体験を、虎の檻の中に入っての餌やり体験です。では行きます。どうぞ。ものすごい迫力がありますね。この至近距離で上げることはなかなかないので、すごい臨場感を味わうことができます。なんか最初怖かったんですけど、でもすごいいい子でおとなしくて、すごくあの怖いからかっこいいからなんか可愛いに変わって、すごく楽しかったし、また来たいなって思いました。今週末は3連休、子供を連れて動物に触れ合ってみてはいかがでしょうか。